本日もオタプラナイト始まります。本日も感染対策しながら配信していきます。それではカメラつながりましたかね。はい、それでは始めていきたいと思います。本日オタプラナイトを担当するミナと天の声担当のあーちゃんです。そして私の隣にいるのが、はい、資生堂でヘアメイクしています斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で普段は、40代から見直しメイクという書籍も出しておりまして、大人のメイクを大研究しております。今日は皆さんと一緒に、はい、メイクの見直ししていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最後に質問コーナーもまたあるんですよね。はい、はい、コメントたくさんお待ちしております。はい、はい、皆さん続々と入室してきてくれてますね。たくさん、はい、入室してくれてますこんばんはとたくさんの方からコメント来てます。本日はアラフォーね、メイクの見直しになってますね。はい、はい、皆さんすごいこんばんはと、すごいですね。いや、すごい続々と入ってきてくださって、続々と入ってくれますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で本日私はですね、はい、天の声で、できる限りね、皆さんからのコメントをですね、しっかり拾って斉藤さんに届けていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひね、たくさんのコメントお待ちしております。はい、お待ちしてます。それでは早速いきましょう。本日のテーマはこちらです。はい、アラフォー向け斉藤由紀子の見直しメイク塾、普段のブラウンアイシャドウおしゃみせテクです。はい、今この、ライブ配信を見ていただいている方はブラウンシャドウを愛用しているという方多いんじゃないでしょうか。はいね、本当ブラウンシャドウはね、万能で使いやすいってイメージがね、多いかなと思うんですけれども、皆さんどうですかね。私もね、結構普段からブラウンシャドウを愛用しております。はい、たくさん愛用してる方多いですよね。あ、うん、ナシーさんこんばんは、リンリンさんもこんばんは。今日は涼しいですねということで、本当にね、なんか涼しくなった秋、一気に秋っぽいですね。秋ね、本当ですよね。ちょっとメイクしたくなってきましたけどね。わかります、わかります。でも明日また暑くなるの。あ、そうなんですね。そうなんですね。そうでもね、なんか秋にぴったりな今回のテーマのブラウンシャドウなどね、たくさん出てきますので、はい、楽しみにしててください。あーちゃん、コメント来てますか。今私プラスの方で、こんばんは、59歳だけど来ちゃいましたって、ふうこさん、ぜひぜひ、ありがとうございます。ね、たくさんの方に見ていただいて嬉しいですね。はい、嬉しいです、ありがとうございます。ね、ブラウンシャドウって皆さんいくつぐらい持ってるんですかね。ね、ね、定番の大体ブラウンシャドウね、何個か持ってますよね。ね、なんか店頭でもすごいブラウンってとても売れてるカラーだったんですよね。皆さんはいかがでした、いかがですでしょうか。はい、ぜひコメントでブラウンシャドウ歴など教えてください。はい、はい、ブラウンシャドウってなんか使いやすい反面、ちょっとやっぱりマンネリ化しやすいカラーじゃないですか。うん、そうです ね、なのでちょっと大人の、ブラウンシャドウの選び方とかポイントがコツがあるので、今日はそんなところをご紹介したいと思います。はい、早速コメントで、どんなブラウンカラーを選べばいいですか、だったりとか、やはりブラウンカラー使ってる方も多かったりとか、で、ポンちゃんさんですね、冒険できずにブラウンばっかり使ってます。わかります。あとですね、はい、ブラウンが似合わなくなってきたように思います、40代ですっていう、本当リアルなアラフォーの方からのコメントも来てますね。ブラウンだとくすんでしまいますね。海藻さん、海藻さんですね。海藻さん、はい、はいはい、本日はアラフォー世代の方におすすめ色の選び方と塗り方、そしておしゃみせテクを2パターンご紹介していきます。はい、はい、では斉藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず色の選び方のポイントですね、はい、お伝えしていきたいと思います。はい、はい、本当に、ね、はい、ブラウンシャドウと一括りに言ってもね、たくさん種類ありますもんね。そうなんです。で、先ほどね、ブラウンシャドウが何でしたっけ、ちょっとくすんで見えるっていうの、ね、コメントもあったと思います。はい、あと若い頃は良かったけど、はい、ブラウンシャドウ老けて見えそうで怖いですだったりとか、逆に避けてるって方もいらっしゃ るみたいですね。で、やっぱりその大人世代になってくると、ちょっと肌の色ムラだったりくすみがあるので、ちょっとともするとその目周りのくすみとかとリンクして、ちょっと老け見えしてしまう場合もあるので、ちょっと注意してほしいんですね。はい、リアルに本当に、50代の方からですね、資生堂ビューティージャーニーの方で、ブラウンは50代以降は老け見えしますっていう、はい、リアルなコメントも来てますね。なるほど、確かにですね。はい、で今言ったように、そのブラウンがやっぱくすみとリンクして見えやすいので、まずちょっと肌作りで気をつけていただきたいので、ちょっとコンシーラーを使っていただきたいと思います。はい、この商品お願いします。はい、ご紹介したいのがこちらです。
はい、マキアージュドラマティックコンシーラー税込1980円のアイテムです。はい、これは2色展開になるんですけれども、はい、まあ、皆さんの場合は肌がね明るめなのでライトの方を今日は使用していきたいと思います、はい、こちらですね、こちらを使用していきます。はい、こちらクリームコンシーラーなので、はい、まあ、滑らかな使用感があるので、まあ、手でもちろん使っていくのももちろんいいんですが、今回はこちらのブラシを使って使用していきます。はい、はい、使用していくのがこちらです。資生堂メイキャップ筒筆コンシーラーブラシ税込み2750円のアイテムです。はい、斉藤さん、ブラシの使い方のポイントありますか？はい、こちらブラシなんですけれども、まあ、手で塗るよりもちょっと目周りってやっぱり皮膚の薄いところでちょっと動きやすいんですね。なので薄くフィットさせることが大事で、その時にやっぱりこういったブラシを使ってあげると大人の肌にはすごくうまくフィットして、肌のくすみ、周りのくすみをきれいにね、底上げしてあげるのでおすすめです。はい、はい、では早速、はい、お願いします。実習ですね。実習の方よろしくお願いします、はいはい、私プラスの方で、うん、最近ブラウンがくすんで見えるのでどうしたらいいでしょうかだったりとか、本当やはりブラウン使って万能だけど、うん、やっぱちょっとくすんで見えてしまうっていうお悩みの方、うん、非常に多いんですけども、もうこのコンシーラーを仕込むっていうのがすごくポイントなんですよね。そうですね。でこちらのコンシーラーは本当に薄くちゃんとカバー力、自然なカバー力はあるんですけど、薄くちゃんとフィットしてくれるので、こういったものでねベース整えてあげると断然後からつけるアイシャドウもね、50代の方でもブラウンシャドウ綺麗に発色すると思いますよ。なるほど。はい、コンシーラーをしっかり仕込んでおくっていうところがポイントですね。そうなんです。はい、でまぶたですね、結構こういったところもくすんでるし、ちょっと目のね下まぶたのあたりもふわっとぼかしてあげるといいと思います。はい、どうでしょう、左右でね、はい、だいぶ違うと思うんですよね。はい、こっちがつけてる方でこっちがつけてない方ですね、いかがでしょうか。見えるかな。ああ、でも全然やっぱり違いますかね。違いますよね。はい、うん、本当。あとやはり皆さんコメントでコンシーラーブラシ気になってる方すごく多かったので、もう一度斉藤さん見せてあげて、はい、こちらの筒筆ですね。はい、じゃこちらですね。はい、本当 ね、はい、私もこのブラシ本当愛用してるんですけれども、手でつけるよりも本当に簡単に、うん、綺麗に仕上がる、うん、本当ワンランク上の仕上がりになるのでね、うん、本当コンシーラーつけるときに、うん、周りって皮膚薄いのでねすごくいいですよね。はい、こちらですね、フナッシーさんからコンシーラーを仕込むことですねということですね。そうです、うん、そうです。アイシャドウの前にこちらまず仕込んでいただくのと、あとですね、斉藤さん、なるこさんから、はい、うんうん、コンシーラーはファンデーションの後ですかというご質問が来てます。はい、リキッドタイプのファンデーションを使っている方は後ですね、でパウダリーファンデーションを使っている方はよれてしまうので先にコンシーラー使ってからパウダリーファンデーション、まあ、お粉のようにね最後に粉物を持ってきていただくといいと思います。はい、コメントね、斉藤さん、うん、アイシャドウベースよりコンシーラーがいいですかっていうことで、そうですね、はい、コメント来てますね。はい、ちょっと上向いて、はい、さりげなく顔全体をふわっと明るく見せたいのであればコンシーラーで、ね、目元周りを作っておいて、でアイシャドウがどうしてもくすむという方はプラスこちらにアイシャドウベース使っていただいてもいいと思います。ただこちらで十分綺麗に底上げされているんであればアイシャドウベースなしでも大丈夫です。はい、はい、自然な感じで明るくなっているのでね、アラフォー世代にはいいんじゃないでしょうかね。はい、明るく仕上がりましたかね。はい、ということで、うん、ぜひねコンシーラーを仕込んで目周りを明るくしてからアイシャドウをつけていきましょう。はい、今ちょっとコメントで、はい、ブラシ大人気なようで完売で買えないそうなんですよね。そうなんですよね。ちょっと私プラスの方では、ね、品切れしてるんですけども随時入荷してきますのでぜひチェックねしていただければと思います。本当にね、はい、人気のブラシなんですよね。そうなんです、すごい人気です。やってる時も全然痛くなくって、うん、ね、張りがあって、そう、ね、撮影の時なんかでも編集さんが毎回売り切れててもう入荷したタイミングで買いましたみたいな、うん、あ、言ってました。本当に人気のブラシなんです ね、 ね、それがあっていいですもんね。うん、はい、はい、というわけで、はい、はい、ではね、あ、早速、はい、ね、はい、本題のね、じゃあ続いては、はい、ブラウンシャドウで、はい、メインのところをご紹介していきましょう。はい、はい、じゃあまず一つ目のアラフォー世代のおすすめのブラウンシャドウをまずご紹介していきます。はい、こちらです。はい、マキアージュドラマティックスタイリングアイズ B233 キャラメルミルクティー、こちら税込み3080円となっております。はい。こちらはですね、はい、一塗りでね、うん、すごい簡単に、うん、本当に一塗りで、うん、瞳色に馴染むブラウンシャドウって言ったところですね。本当計算された今装置で見せてくれてますね、境目のないね、本当シームレスなグラデーションで自然に大きな目元を叶える
アイシャドウとなっております。はい、ね、ですよね。では早速つけていきたいと思います。はい、こちらね、テンプのブラシが、ね、はい、すごくよくできてる、ね、これ楽ちんなんですよね。うん、そうなんです。こちらをですね、左右ちょっと取っていただいてですね。まずはまぶたからですね。で、最初に置くところが一番つくので、目尻側からですね。はい、目尻がポイントですね。うん、目尻側から、こう目頭に向かって、下からちょっと 2,3 往復してちょっと上にぼかし込んでいく。あら綺麗。はい、すごい、本当に自然にグラデーションになりました ね、 ね。でこちらのちょっと濃いめの色ですね、ちょっと取っていただいて、と 目尻の下まぶたですね、はい、の方にもうっすらと入れていきますね。そうすると上下でまあ、濃すぎないこのミディアムカラーの中間色のグラデーションで 目の立体感を一回りちょっと大きく見せるような感じですね、はい、はい。ちょっとコメントの方で先ほど目元に仕込んだコンシーラーについていくつか質問来ていて、はい、うん、目元にファンデーションあの前にコンシーラー重ねるとシワになりませんかだったりとかコメント来てるんですけど、うんうんうん、本当こちら軽いテクスチャーで、そうですね、すごく伸びもいいんですよね。そうですね、リキッドタイプなので、うん、あのピタッとくっつくのでそんなにね、なんか今もどうですか、あんまよれてないですかね。あのポイントとしては、はい、あのこうボテッとつけないことが、少量を薄くフィットさせると、まあ、シワにも入り込みにくいですし、フィット感が増すので、うん、で先ほどのブラシみたいなブラシ、ね、小さいブラシ、はい、薄くつけるにはブラシがポイントってことですね。はい、やはりあと発色の良さにすごくコメントも来てますね、うん、あ確かに確かに、本当綺麗だったりとか、うん、発色が綺麗だったりとか、うん、はい、綺麗ですよね。少し明るめのブラウンでね、うん、そうなんです、そうなんです、うん、こちらあのこちらもね一応ベース付きでもあったりするので、まあ、ちょっと時間がない時はいつものあの肌作りの上にアイシャドウを発色良くさせるこのベース、うん、ね、このこそうです、ベース作りの、はい、ね、あのベースを使っていただいてももちろん結構です。はい、はい、はい、私もこのパレットリアルに本当にすごく愛してて、あ、じゃあ、ね、本当にリアルコスメで3回実は同じカラー購入したぐらい本当大好きなパレットに、3回も買ったんですね。そうなんですよ、本当に3回買っても飽きのこない本当に使いやすい明るいブラウンって言ったところ、うんうん、本当にそういったところがね本当気に入ってて使ってます。でパール感もちょうどいいんですよね、うん、上品ですよね、うん、やっぱアラフォーになってくると目尻のシワとかちょっと気になってくると思うので、繊細なパール感がすごくなんて言うんでしょう、シワも悪目立ちしないのですごくおすすめです、はい、で皆さんすいません、はいはい、目の下のシワがないです、うん、皆さんっておいくつですかって嬉しいコメントも来てますよ。本当ですか、ないですか、23歳でしたね。やめてください、やめてくださいおいくつですか。はい、私も38歳になり、あ、そうなの、今年、うん、今年39歳なので今38歳なのでちょっと若い方で言います39歳、はい、まだ40歳じゃないじゃん。でもね、来年は40の年なので、もう本当にもうね、ついに来れるね、はい、もうアラフォーなのでね、今日40代の会に入れるの、はい、よろしくお願いします。はい、はい、で、なんだっけ、次が、はい、このあと質問で、このパレットブラウンの色多いと思いますが、はい、色選びどうしたらいいですかと、猫なこさんですね。少しやはりアラフォー世代には明るいブラウンがおすすめですよね。そうですね、あのこれもその濃い色が、なんていうんでしょう、濃すぎないんですよね。ミディアムカラーぐらいで、まあ、いわゆる昔のちょっと締め色みたいな、そこまで暗くないんですよ、トーンが。なのでこちらあのブラシをちょうどこの線の真ん中のところに、このブラシが真ん中に来るぐらいですね、うんうん、を目安にこう置いてあげて、明るい色とちょっとミディアムカラーのね、あの濃いベージュブラウンを半々ぐらいにのせるようにしてもらって、あののせていただくとちょうどいいと思います。半々ですね、うん、はい、そうですね、うん、皆さん素敵なラフォー憧れますだって、本当に、ね、嬉しいコメント続々届いてますね。ありがとうございます。はい、お綺麗ですねとか、39歳ですとか、はい、はい、で同い年ぐらいの方が見てくださってるんですね、うん、嬉しい、うん、ありがとうございます。はい、では続いていきましょうか、はい、じゃあ下まぶた、下まぶたさっき入れましたね、はい、入れました。で、早速ね、下まぶたにも入れるっていうのがアラフォー世代には本当とってもおすすめですよね。そうなんですよね、なんかあの下まぶたって結構落ちやすくて、うん、なんかちょっとこうなんだ入れるの躊躇するかもしれないですけど、これぐらいのミディアムカラーであれば自然な影色になって立体感も出るので、はい、目一回り大きく見せることができるので、はい、おすすめです、おすすめです、はい、はい、自然にね、はい、
目力出ましたね、うん、出ました出ました、うん、次はい、どこかしら行っちゃって、うん、もう行っちゃって、行きましょうか、はい、はい、じゃあ一塗りタイプでね、次は おすすめのアイシャドウありますので紹介お願いします、はい、はい、それがこちらです。グレイシー指塗りグラデアイシャドウ RD1 グレージュレッド税込み935円です。はい、こちら3分メイクでおなじみのグレイシーから出ている優秀コスメなんですけども、指でさっと一塗りするだけで綺麗なグラデーションが叶うので、ちょっと朝時間のないアラフォー世代の方にぴったりなアイテムなんですよね。そうなんですよ、これね、あーちゃん朝どういう風に使ってるんでしたっけ。本当朝本当1分1秒争うのに、ね、1秒ね、本当に本当忙しいからね、もう私ね本当実際寝坊した時このアイシャドウ、うん、本当にお世話になってて、本当に一塗り、今みたいに皆さんがやったみたいに一塗りで顔色までパッと明るくなって、はい、立体感のある明るい目元っていうのを手に入れることができるアイシャドウなので、本当これねおすすめのコスメになりますね、はい、本当におすすめですよ ね、うん、この色本当に早い、これは皆さんね、はい、もうね大好きこの色すごい可愛いんですよ、はい、ちょっとグレージュなベージュと、うん、なんかちょっとダスティーなレッドブラウンをね、はい、掛け合わせてるんですけれども、こちらねアラフォー世代の顔色ってやっぱちょっと赤み血色感が欲しいので、まあ、こういったちょっと赤みカラーのベージュブラウンを使ってあげると、うん、ちょっと顔色もパッと明るくなるのですごくあのおすすめです。で先ほど言ったようにねちょっとミディアムなトーンのカラーになってるので、まあちょっとくすみがちな方にもねおすすめです。では早速はいつけていきたいと思います、はい、指でですね、はい、3往復ぐらいしまして、うん、でまたこちらも目尻の方からですね、よいしょよいしょ、何往復かちょっと塗ってあげるんですね。ほんと簡単ですよ ねこちら。さらにちょっと今日は重ね付けしちゃおうかなということで、今コメントでアラフィフの方ですね、うんうん、だんだんまぶたが柔らかくなってきてアイシャドウがうまく乗りませんっていうことなんですけれども、はいはいはい、指とかでやるとどうですかね。あ、そうですね、そういう方はちょっと左手で指を、まぶたを少し上げていただいて指でそこフィットさせるように塗ってあげるといいと思います、ね、綺麗に乗、はい、ると思いますよ。はい、で続いてですね、下まぶたにもちょっとプラス色を入れていきたいんですが、使用するブラシの紹介お願いします、はい、使用するブラシがこちらです。資生堂メイキャップ半円筆アイシェーディングブラシです。こちら税込み2860円です。はい、はい、本当にね、はい、こちら簡単に本当に一塗り先ほど見せてくれてて綺麗にグラデーションになってるんですけれども、今から目元の下の下まぶたのところにブラシでちょっと一塗りしていただく形ですね。はい、もちろん指で入れていただいてもいいんですけれども、まあ、ちょっとね濃いめの色を入れるのにちょっとぼかしながら色をしっかり出したい時にねちょっとピンポイントで入れられるので、こちらブラシで下まぶたにちょっと細く入れていきますね。今コメントで家目でも大丈夫ですか、うん、ってコメント来てるんですけども、皆さんはブルベです、ブルベなんですけど、はい、ですね。私家目なんですけど、こちらのアイシャドウ持ってて、うん、もう全然使いやすくて、うん、すごいいいかなと個人的に思います。そうですね、このグレージュのベージュの色が、うん、まあ、ちょっと黄みも入っているので、特にブルベイエベ問わず使っていただけるお色だと思います。今ちょっと下まぶたに入れたんですけど、うん、はい、ちょっと赤みがねちょっと秋冬っぽくて、ちょっと女性らしいですね、うんうん、今コメントでもエレガントな感じで、はい、素敵ですってコメントも来てますね。でこちらで結構アイシャドウとしても、うん、結構色と月をすごく良くしてあるので、はい、ミディアムなカラーなんですけどしっかりと色を楽しめるような設計になっております。はい、そうですね、はい、今私からですね、皆さん、はいはい、アイライン入れてますか、はいはいはい、ってことで入れてますね、はい、入れてます、はい、ちょっと今日はこちらの資生堂を、マイクロライナーインクのブラックを最初に入れてました。こちらですね、目のね、はい、まつげとまつげの間に入れてましたね。はい、これペンシルなんですけど、すっごい使いやすくってもうね毎日使ってるんですよ私。黒ね。はい、黒です。うん、はい。でもいろんな10色展開になってるのでね、はい、お気に入りの色が必ず見つかるアイライナーなのでね、はい、ぜひねちょっと気になる方はチェックしていただければなと思います。はい、使ってみてください。はい、では先ほどの実は指塗りグラデのアイシャドウを、本当実は6色展開なんですよね。そうなんです。なんとじゃん、じゃじゃーん、こんなに。
あります。今日使用したのが上の段の真ん中のアイシャドウですね。はい、こちらはもうカラーバリエーションがすごくたくさんあって6色展開なのでもうね揃えたくなりますよね。皆さん今あの画面の私プラスで見ている方はあの左上に商品画像が出てますのでぜひタップして確認をお願いいたします。はい、コメントでアイシャドウの名前を教えてくださいってことだったんですけど、こちらグレイシー指ぬりブラでアイシャドウとなっております。はいはい、はい、お願いします。はい、でも本当に皆さんから嬉しいコメントで色がくっきりだったりとか綺麗でとても目がくっきりして綺麗ですっていう本当目元のなんていうはっきりさっていうのも伝わってるかなと思います。あとアラフィフでイエベだとどれがおすすめですかってことなんですけども、左側の色味とかどうですか。あの一番上の段のあ右ですね、はい、こちらブラウン2番のお色味になるんですけれども、うん、そうですね、ちょっとゴールドパールで、はい、ちょっとヘルシーな色味になってますので、うん、はい、こちらもいいですし、意外にこのミントオレンジとかもイエベの方すごくそれ可愛いです、うん、私持ってますそれ、はい、グリーンとオレンジのオレンジが結構綺麗に発色するので、はい、色を楽しみながら立体感出るのでおすすめですね。はい、こちらお値段の方がですね税込み935円になります。1000円切ってますね。1000円切ってます、はい、はい、もうすごいおすすめです。可愛いので本当全部欲しいって嬉しいコメントも来てますね。はい、しかもなんとこの色調ね、あの斉藤さんが、あ、そうなんですよ、はい、プロデュースしてる色になりますね斉藤さん。そうなんですよ、はい、なんともいい色で40代向けに、はい、まあ、あのちゃんとあのパール感とかもあのこだわって作って選んでまして、まあ、ちょっとくすみがちな、目元を明るく見せるのでピンクパールを全部配合してまして、うん、はい、であとパールの質感とかもですね、なんかパール飛びしないようにシワに入り込まないように設計してますので、ぜひよかったらお手に取ってあの店頭で見てください。はい、お願いします。はい、それではここで本日紹介するアイテムがお得に買えちゃうクーポンコードのご案内です。はい、こちら公式オンラインショップ私プラスでお使いいただける500円引きのクーポンです。小文字で WPN22830、税込み3300円以上をご購入の際にご使用いただけます。私プラスでは1品からでも送料無料で配送しております。ぜひこの機会にお得にお買い物してください。はい。あーちゃんコメント来てますか？はい、もう欲しいとか、はい、もう安くてもう買いますだったりとか、皆さんどれか持ってますか、はい、ってこと。はい、もう皆さん買う色決まってますよね。はい、もう決まってるんです。私はもうすごい勢いで言っちゃったんですが、斉藤さんに今日していただくこの真ん中のグレージュレッドね、この色本当にゲットされましたよね。はい、もう実はゲットしたんですあ、そうなんですね。この前欲しいって言ってたから、はい、すっごいおすすめで、あのこれからの秋のあのお洋服とかにもすごく合わせやすいお色だと思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、はいはい、ではここからブラウンシャドウですね、はい、プラスワンしてちょっとおしゃみせするテクをご紹介していきたいと思います。はい、アイシャドウ2種類お願いします。はい、使用していくのがこちらです。はい、まずこちらがマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズフローティング VI01 ヒアシンス税込み880円のアイテムと、こちらがマキアージュドラマティックアイカラーパウダー滑らかクリアカラー GR111 ミントショコラ税込み990円のアイテムです。はい、こちらのスケパープルとちょっとミントグリーンのニュアンスカラーなんですけども、はい、こちらを今のブラウンシャドウに重ね付けして、はい、一気にねおしゃみせを両立していきたいと思います。はい、これ重ねるんですね。はい、はい、そうなんです。あ、そっち見せるのかな。見せます見せます。もうちょっと待ってください。パープル、まずパープルとグリーンがもうすごく新鮮なのと、うん、あとアラフォー世代にはあまり馴染みのないこういうキラキラとかカラーだと思うんですけれども、うん、もう斉藤さんがねこの色をズバリ選んだ理由をぜひちょっと、はい、教えていただきたいなと思います。この2色はですね、はい、色味をそのグリーンとか、うん、あのパープルを塗りましたっていう色味をがそんなに前に出ないんですが、なんか本当にキラキラの質感で透け感があって、まあ、立体感と透明感を叶えてくれるので、まあ、ちょっとマンネリ化したブラウンシャドウにね追加するのにすごくおすすめなので、はい、ご紹介したいと思いました。はい、うん、では早速、はい、お願いします。はい、ではまず、はい、ミントグリーンの方からですねつけていきたいと思います。先ほどのあ、ごめんなさい、指でつけるんでした。はい、はい、指でつけていきたいと思います。はい、先ほどねマキアージュ右目、皆さんの右目のマキアージュの方に ね、はい、ね、はい、重ねていきたいと思います。で指にねつけてからですね、ポンポンとつけてから目頭の方ですね、上まぶたの目頭の方から
中央に向かってちょっと、ね、広げていきます。目頭っていったところがポイントなんですよね。そうなんです。で下まぶたの、ね、目頭にも入れちゃいましょうかね。と目つぶってください。でそうすると先ほどのブラウンのグラデーションそのままでちょっと目頭方面から目尻の方に向かってこう立体感のあるグラデーションができてかつこうふわっと明るくなるのでおすすめです。非常に画面越しでも明るさ伝わってるみたいですね、うん、あとミントグリーンかわいいとコメントも来てますよ。ブラウン持ってる人これだけね重ねても良さそうですね、うん、そうなんです、はい、お手持ちの、ね、ブラウンシャドウに重ねていただいてもちょっと今っぽくなるのでおすすめ、はい、ちょっとグリーンなのでちょっとフレッシュな雰囲気が出ますよね、うん、指で塗れる手軽さが最高って嬉しいコメントも来ます、うん、はい。あと皆さん、はい、あのコメントで眉めちゃくちゃ綺麗ですっていう、ね、コメント来てて使ってるのをご紹介ください。はい、もうこれはあのワタプラナイトでも何度も登場しているこちらなんですが、グレーシーのチップオンパウダーアイブロウ、こちらの真ん中の色のダークブラウン662番を使用しております。チップちょっともしよければね皆さんに見せてあげて。これもねすごい本当いいですよね。これすごい簡単なこんなパウダータイプなので、もうかきました感があんまり出なくって、でこれもあっという間にかけちゃうんですよね。かけちゃいますね。時短アイテムですね。すごい時短アイテムで楽ちんなんですよ。これもとってもおすすめです。うん、落ちにくいのがすごいいいですよね。そう、ウォータープルーフ処方ですからね。そうなんです。うん、眉尻にね、なしこさんにならないので。眉尻なしこさんにはね、おすすめってことですね。はい、そうです。はい、そうですね。はい、続いてパープル重ねていきたいと思います。はい、パープルですね。はい、お願いします。はい。はい、でちょっと透け感パープルはアラフォー世代にぴったりのカラーなんですよね。なんかこうパープルってちょっと上品な大人のトレンド感がね出るので、はい、ブラウンシャドウに重ねていきたいと思います、はい、入れ方はですねちょっと先ほどと違って指に取りましたら黒目の上ですね、うん、ちょっとポンポンポンと、こちらはね大粒のラメが入ってるのでちょっとこう置いていくようにラメをですね、でこちらはあれなんですね、うん、黒目の上っていうことなんですね。そうなんですね、はい、と上向いてください、はい、あと目頭のところですね、ふんわりと入れてトントントン、ね、そうすると目自体のまぶたのこのね上下の立体感をすごくふんわり見せてくれるのでちょっとこう目元にすごくねきらめきと立体感がプラスされますよね。はい、こちらコメントでですね、うん、ピオさんからブラウンとミントグリーンの組み合わせ初めて可愛すぎるというコメントをいただいてます。はい、でこの今の入れ方の違いなんですけれど、アラフォーの方でちょっと先ほどもあったかな、まぶたがちょっと重く感じるっていう方はちょっともしかしたらまぶたの立体が結構強い方かもしれないので、そういう方は目頭方面に入れていただいて、目頭から目尻にこうすっきりとした、グラデーションを作っていただけるといいですね、はい、で明るい色は目頭に入れる、うん、で皆さんのように割と目がすっきりしている方、奥二重とかですね、そういう方は黒目の上にダメを重ねてあげることで立体感を演出できるので、はい、目の形の違いでちょっとこういったものの重ね付けする時の入れ方を変えてあげるのもいいと思います、はい、いいですね、ね、普段の、はい、ブラウンシャドウのねレイヤードおすすめです。はい、ね、本当ね手持ちのブラウンシャドウにこの一品重ねるだけで一気におしゃれに見えるっていうのはね、はい、本当嬉しいですよね、うん、特にねマジョリカのアイシャドウをやっぱコメントでも持ってる方多くて、ヒアシンス持ってるのでやってみますだったりとか、はい、ね、資生堂ビューティージャーニーのメンバーにもねこちらのマジョリカのアイカラー大人気なのでね、うんうん、ぜひね気になる方お三味線にしたいなってことはぜひチェックしていただければなと思います。はい、はい、では続きましてですかね、はい、はい、プラスワンアイテムの涙袋メイクちょっと挑戦してみようと思います。はい、次は皆さんの涙袋メイクをやっていきますのでね、はいはい、なんちゃって涙袋メイクの商品をお願いします。アラフォー世代でもね、はい、いけますよ ね、アラフォーの方必見です。こちら、はいはい、使用するアイテムがこちらです。インテグレートトゥインクルバームアイズ BE281 税込み1078円のアイテムです。はい、ちょっと 目元にね、うん、メリハリ感と立体感をつけたいので、はい、ちょっとクリーム状のものを使っていきたいと思います。はい、ね、ちょっとこうベージュカラーなのでね、自然な立体感が出るのと、まあ、艶も出るのでですね、ちょっとなんとなく涙袋に見える、うん、はい、嬉しい、涙袋欲しいですからね、はいはい、アラフォー世代のおすすめですよね、はいはい、なんか若い子のイメージがあったんですけど、うんうん、そうですね、アラフォーでも ね大丈夫なんですね。この色ならすごいやりやすいですね、はい、はい、下まぶたに先ほどの屋根はけですね、はい、はい、はい、使って、ちょっとね細く目頭から細くつけるのがポイントですね、うんうん、そうですね、細くなんですが割とね幅広に入れて大丈夫です、
はい、あ、すいません、斉藤さん、これ、はい、あれですね、プラシ半円筆のアイシェリングラスですね。はい、はい、半円筆ですね。はい、半円筆ですね。はい、はい、本当はどれだったんだっけ、ホープ入れるのがポイントなんですね。そうなんです、ただ方世代は、はい、こちらは本当ベース使いもできるアイテムなので、うん、あの目の下だけじゃなくて目でアイシャドウの前に明るさを仕込むっていうこともできますよね。そうです、はい、うん、いかがですか皆さん、はい、目の下に少しツヤ感のクリームシャドウのハイライトカラーを入れております。はい、大人世代でもね、少し涙袋を目の下のところにね入れることで本当に少し華やかさっていうのが演出できるのでね、はい、うん、普段のねブラウンシャドウが本当に一気におしゃれに見えてますよ、ね、ね、こちらもおしゃみせ大成功ですね。はい、はい、横原さんから上品いい色だったりとか、うん、嬉しいコメントたくさん届いてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あと今、うん、皆さん口紅可愛いですっていう色にぜひよければ皆さんに見せてあげてください。はい、はい、こちらですね、マキアージュドラマティックリップティーンと OR704 というお色です。こちらはですね、今日のブラウンに合わせてちょっとつけてきました。こちらちょっとお見せしますね。これもいい色ですよ ね、 これもね、すごい色なんですよ。とってももう、とってももう、はい、とってももうで、ティントタイプなので、あのマスクにもつきにくくってすごくおすすめです。はい、はい、あと嬉しいコメントで、はい、インスタグラムの方で、はい、年を兄さんからですね、43933、はい、はい、年を重ねるほどメイキャップのアップデートって必要なんですね。素晴らしいですね。はい、なんかこうガラッと変える必要はないんだけど、うん、ちょっとしたコツをとかね、ポイントを押さえていただくと、うん、より楽しめるかなと思いますね。はい、では皆さん、はい、コメントがたくさん来てるので、はい、せっかくなんで斉藤さんのコメントをちょっと答えていきましょうか。はい、じゃあここからはね、斉藤さんの質問コーナーの時間を取っていきましょう。はい、はい、行きましょう。はい、お願いします。ちょっと時間の許す限りなんですが、いくつか答えていただきたいと思います。はい、はい、あーちゃんお願いします。インスタグラムの方に、はい、ナコ1560さん、はい、目の下に入れるとシワが目立ちます、テクニックは何かありますかってこと、多分先ほどの涙袋メイクのところのテクニックのところですね。はい、どうですか。あのパールシャドウの、まず部分的にシャドウを入れていただきたいっていうのと、シワが目立つところには、薄く伸ばすっていうことですね。で、先ほど使ったのクリームアイシャドウみたいな、はい、まあ、ツヤの出るあのちょっと保湿効果もあるものを使ってもいいですし、うん、あの上まぶたの方にもあのキラキラしたシャドウを重ねたと思うんですけど、こういうのを部分使いしてあげてるんですよね。なんで下まぶたにあのシワが気になるという方はやっぱりその広くこういったラメとかそういうものを使わない、うん、できるだけ、ツヤのあるものと、まあ、広範囲にあのシャドウとかを使わないというのがポイントかなと思います。なるほど、うん、なってると思います。なってる、はい、では続いて、はい、はるか小西さん、はい、おのながで引き顔で、私のことじゃないですか、分かって教えてくださいってことなんですけれどもどうですか。おもながさんだったら私絶対眉を太めに描いた方がいいんですよね。眉太めでちょっと直線的に描いてあげて、ここの、長さをちょっとね短く見せるっていうのがポイントですね。はい、はい、あとはやっぱりアイシャドウとかでさりげなく立体感を出してあげる、はい、そうすると、顔のスペースが全体的に少なくなっていくので、ちょっと面長さんちょっと若見えするので、まあ、そういった今日みたいなねアイシャドウを幅広にミディアムカラーを幅広に入れて眉を太めにちょっと描くっていうのをおすすめです。うんうんうん、なるほど、うん、勉強になります、うん、ありがとうございます。あとコメントで、うん、やまいまいさん、はい、やまいまいさんですね、うん、離れ目のアイシャドウの入れ方のポイントはということで、ちょっと離れて、もうみなさんじゃないですか、もう私一緒です。私も聞きたいです。はい、お願いします。今ポテトで、はい、ちょっと教えてください。はい、そしたら皆さんの場合だったらノーシャドウ入れてるでしょ。はい。マイマイさん、マイマイさん、マイマイノーシャドウです。まずアイシャドウで見せることももちろんできるんですけど、はい、眉アイブロウパウダーか、アイブロウパウダーとかアイブロウペンシルの眉頭のところですね、はい、このそう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 、はい、眉骨の下のね、はい、ここの立体をちょっとあのアイブロウパウダーとかでちょっと影作ってもらって、うん、ちょっとね眉頭をちょっと寄せてくるっていうと、うん、今ちょっとなんかふんわりね、ふんわりね、はい、ちょっとブラウン残ってたので、はい、ほらそうするといいと思います。やっぱりちょっと違いますね、うちに入り込んでみましたよね、うん、ね、そうなんです、ちょっと入れすぎちゃった。あ、でもまあこれぐらいあってもいいかしら。で、右と左手。はい、どうでしょうか。
やっぱ違いますよね、違いますよね、うんうん、でそういう方は、今グリーンのアイシャドウを目頭に入れたんですけど、うん、目頭に入れると真ん中が明るくてよりちょっとこう、遠心的に見えやすいので、キラキラなところは黒目の上に入れてあげた方が、遠心的が気になる方はおすすめです。はい、あとですね、こっちビオさんから、うん、涙袋がどこか分かりませんというコメントをいただいて、大体どのあたりまでですか ね、 うん、でもアラフォーおすすめなのは、うん、やっぱ目の 下まぶたの、うん、まあ、2ミリぐらいですね、うん、はい、にちょっとこう先ほどのベージュシャドウみたいのふんわり入れて、うん、でアウトラインがふんわりボケてればいいと思います。うんうんうん、2ミリですね、うん、はい、2ミリぐらいかな、まつげの生え際から2ミリぐらいした、はい、がいいと思います。はい、はい、はい、あとコメントで、はい、イエベハルです、うん、ブラウンがなかなか似合いませんっていうことなんですけども、そうなの？そうなんですね、うん、ちょっとオレンジとかと一緒に使うといいんじゃないですかね。あ、確かに確かに、ブラビハルさんはオレンジとかすごく似合いますね、似合うバラの一つだと思うので、クロマティックスタイリングアイズのオレンジありますよね、はい、あります、うん、このオレンジすごい綺麗ですよね、オレンジとブラウンのグラデーションですもんね、もうオレンジもいいですし、はい、まあ、指のグラでアイシャドウだったら、はい、まあ、ミントオレンジとか、はい、ね、ミントオレンジ、うん、はい、似合うと思います。ミントオレンジ真ん中の、うんうん、はい、下のですね、うん、はい、はい、はい、たくさん来てますね、本当にどうも止まらないですね、はい、すごい、はい、アイラインのちょっと質問で、はい、時間が経つと下まぶたについてしまいます。まず、まあ、アイラインを、まあ、ウォータープルーフの落ちにくいもので描いていただくっていうのはもちろんなんですけど、アイラインではなくてアイシャドウをアイラインにしてあげた方が、ちょっとこういう影色になっちゃって、うんうんうん、まあ、落ちてもねそんなに気にならないので、うんうん、例えばこちらの先ほどの指塗りグラでアイシャドウみたいなのを、これは半円筆だけど、このあれじゃないですか、細、ね、チップで、うん、接続で、はい、ね、細チップ、はい、これ違うやつ、これ違うやつ細チップか、それこそ、屋根はけが平筆のあれですよね、ライン、あと刀筆とか、シュッと、そうそうそう、そうですね、あれの言い方ですけど、はい、かけるやついいと思います、はい、で、なんかアイラインじゃなくて濃いシャドウでラインシャドウみたいな感じにしてあげると、落ちてもね、下まぶたに落ちてもすごく立体感が出て、汚れた感じに見えないので、アイシャドウをアイラインにするっていうのもおすすめです。そうですね、一つのテクニックですね、うん、はい、あとおしろいとかを目の下とかにね、はい、仕込んだりとかするのも、うん、下まぶたにおしろいを仕込むっていうのも、うん、いいのかなと思いますので、はい、ぜひやってみてください。はい、こちらですね、ゆかさんから、アイライナーは、アイシャドウの前に仕込むのがいいですかっていう質問が来てます。あ、時と場合によるかな、うんうん、でも基本的にはアイシャドウの後にアイラインを入れて締めるっていうのはいいんですけども、まあ、ちょっともうちょっとナチュラルに見せたいって時は、アイラインを黒かブラウン引いた後に濃い色のアイシャドウを上から重ねることで、うん、アイラインを自然に溶け込ませるっていう方法もあるので、まあ、ちょっとはっきり見せたい時はアイラインを最後に、はい、ちょっとナチュラルに立体感を出したい時はアイラインから引くっていう、その違いを使ってもいいかもしれないですね、はいはい、仕上がりでね、仕上がりで、ね、仕上がりの、うん、お好みで分けていただくといいかなと思うので、うん、ぜひやってみてください、うん、はい、はい、皆さんたくさんコメントありがとうございます、はい、ありがとう、ちょっとお時間が迫ってきておりますので、はいはい、はい、ではね、本日のおさらいをしていきたいと思います、はい、はい、はい、私かな、はい、そうです今回は、はい、アラフォー世代のおすすめのブラウンシャドウの色の選び方、はい、塗り方、あとおしゃみせテクですね、その2パターンを紹介しました。はい、はい、はい、マンネリ化しやすいブラウンシャドウが一気におしゃみせできて、しかも簡単に取り入れやすいところが、もう早速明日からやってみたいと思います。いや、本当に簡単でした ね、はい、皆さんもぜひね、今回ね、はい、うん、本当に、ね、はい、簡単にね、今みたいにニュアンスをチェンジできて、うん、本当マンネリ化しやすいブラウンシャドウっていうのがね、皆さんどうでしたか、見直せましたかね、はい、うん、テクニックなどね、ぜひ再度確認したいなって方はね、アーカイブにも残っておりますので、はい、ぜひそちらをチェックしていただければと思います。はい、それではここでお待ちかねの本日の最後のクーポンコードのご案内です。 WPN 小文字で WPN22830、 本日から1週間お使いいただけるライブ配信限定のクーポンです。スクリーンショットやメモに残しておいてください。そして本日ご紹介しましたコスメについてさらに詳しく知りたいという方は、こちらですね、どこからでもお好きな方法で受けられるオンラインビューティーがおすすめです。はい、
ね、そのね、あのオンラインビューティーにね、ぜひあの新企画のご案内があるんですよね。はい、こちらですね。はい、はい、今回ですね、30分予約コースに D プログラムのバイタライジングクリーム新発売記念のサンプリングコース、こちらがスタートしております。こちら来月9月21日に新発売になる D プロのバイタライジングクリームっていうのがですね、いち早く体験できます。オンラインカウンセリングで D プログラムの化粧水乳液5種とクリーム2種の中から、肌悩みに合ったラインをですね、それぞれ選んでそのサンプルをね、お届けすることができますので、ぜひこちらの QR コードから詳細の方を確認してみていただきたいなと思います。はい、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そして私たち SNS アカウントを開設しております、うん、はい、こちらです。新商品のレビューや美容情報など投稿をたくさんしておりますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。資生堂ビューティージャーニーで検索していただくと、個性豊かな他のメンバーの投稿も見られますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、であと、はい、ゆっこさんね、もう SNS アカウントお持ちですよね。そうですよ、はい、こちらで紹介させていただいて、はい、500人お友達になりました。ありがとうございます。確実に増えてますね。で、見直しメイクっていう YouTube でね、どんどん資生堂社員を、はい、見直しさせていただいてる YouTube ショートで動画やってますので、よかったら見てください。はい、はい、で、はい、はい、それでですね、うん、本日は資生堂ヘアメイクアップアーティストオンラインセミナーね。そうですね、オンラインセミナー、そうだった、そうでした。大事なお知らせがあります。はい、来月ですね。実はですね、はい、今回2人でアイシャドウの見直ししていただいたんですけど、はい、実はセミナーも行うんですよね。そうなんです、はい、この私と斉藤さんのペアで、はい、行っていきます。はい、大人の名前が、ですね、40代からの見直しアイメイクレッスンということで、はい、オンラインセミナーですね、皆さんと私斉藤で行わせていただきますので、はい、9月1日から、ね、予約スタートしますので、はい、こちら無料ですので、ぜひ、はい、ね、無料で、はい、皆さんとか斉藤さんに実際、はい、教えてもらえるってことなんですよね。はい、そうなんです。みんなで本当にオンラインで顔出しながら、はい、実際に一個一個のパーツをレクチャーしていく、はい、ああ、いいですね。充実な内容になってますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、私プラスの方より予約が可能となっております。ご予約お待ちしております。はい、こちら URL が9月1日からオープンという形なので、はい、ぜひね、URL タップしてチェックしていただければなと思います。ふなっしーさんがオンラインセミナー受けようかなってね。ふなっしーさん確か39歳とか同世代だったんですよ。同世代だったんで。すごい顧客神ですね。はい。なのでね、はるさんも参加したいです。申し込みますとか、ね、皆さんね、ぜひね、アラフォー世代の方には有益なね、セミナーとなってますのでね、はい、ぜひチェックしていただければなと思います。はいはい、お願いします。プレゼントもあるかもしれませんので。そうなんですよね。はい、ちょっと秘密、プレゼントは。はい、はい、ぜひ。はい、有給入れて予約したいなっていう嬉しいコメントも、もう来てますね。はい、一緒に楽しみましょう。はい、ぜひお願いします。はい、はい、それでは本日は斉藤さんに、ヘアメイクアップアーティストの斉藤さんにお伝えしていただけましたが、いかがでしたでしょうか。今日の動画はアーカイブに残しておりますので、最初の方を見逃してしまった方はぜひアーカイブの方をご覧ください。はい、で、次回の見直しなんですけれども、はい、アラフォーライブは9月20日の予定ですよね。はい、はい、大人のチーク&リップ見直しっていうテーマでお届けしていきます。はい、はい、ね、本当にアラフォー世代にはね、チークとリップって本当マストですよね。血色感を高めるっていったところになりますのでね、そこにスポット当ててご案内していきます。はい、ちょっとね、マスク生活でね、ちょっとサボり気味だったと思うので、ちょっと見直す機会に、ね、いい機会にしてもらったらいいかなと思います。はい、はい、あと嬉しいコメントで、はい、今回の、配信ですね、アイシャドウ選びに悩んでいたので配信見れて助かりましたっていうコメント来てますね。嬉しいですね。はい、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは次回のライブ配信のご案内です。次回は9月13日20時から、秋を先取り似合わせオータムメイク2022年秋のトレンドメイク、これであなたもこなれ顔というテーマでお届けします。はい、同じね、資生堂メイクアップアーティストの松井玲さんが、はい、松井玲君のね、はいはい、トレンドメイクを教えてくれるということなので、はい、はい、ぜひご覧ください。はい、トレンドメイクの回はすごく大人気の 回なので、ぜひご覧いただければと思います。はい、それでは最後に天の声で担当していたあーちゃんにも登場していただきましょう。あーちゃん、はい、皆さんたくさんコメントありがとうございました。はい、はい、
楽しかったですね。はい、ありがとうございます。コメントもたくさん、ハートもたくさんありがとうございました。ではまた次回のライブでお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさい。コメントたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ハートもすごい。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。